まあよりセコイアらしくというか、セコイアの迫力のあるボディ、まあ大きさっていう部分を、台形タイヤを履かせることでさらに強調できるようなスタイルにしてます。セコイアとかタンドラとか、まあこういった車、その大きさに対して35インチっていうタイヤの大きさっていうのが非常にバランスがいいんですよね。でそれをさらにバランスを良くするためっていうか、車体の大きさ、タイヤの大きさと、タイヤとホイールハウスの隙間のバランス、そういったところを考えると6インチっていうのが非常にベストな高さになりますね。セコイアと同型車種のタンドラですと、いろんなメーカーからリフトアップキットとか足回りの、まあ、サスペンションキットですよね、そういうのがいろいろ販売されてるんですけども、セコイアのリアの足回りがタンドラと大きく違いますんで、セコイアに対してのそういうキットっていうものは存在しないんですね。ですから、ワンオフで作るっていう手もあるんですけども、要はコストパフォーマンスの問題で、ボディリフトとあと2インチのレベリングキットっていうところで組み合わせたっていうのが、今回の形です。まずボディリフトの部分なんですけど、一番後ろのブロック挟む部分なんですが、ボディマウントの部分をそのままブロックを挟んだだけですと強度的に弱くなって、よじれが出てクラックが入ってしまうと、そういうところを解消するためと、あとやっぱりバンパー下にフレームを見せないっていうスタイリッシュな部分も合わせて、リアの、フレームのオーバーハング部分をカットして、その4インチ分を立ち上げる加工を施してます。第2点、2番目のブロック、要は前から数えて2番目のブロックの部分のマウントの出っ張りがかなり大きくてですね、前寄りについてるもんですから、そこをそのままにしておくと、35インチの台形タイヤですとそのマウントの部分にタイヤが当たってしまうんですね。でその部分を当たらないように、カットして補強を入れて施してます。その他、数えればキリはないんですけども、マフラーの出口の部分がそのまま4インチ下がってしまうのも、見た目どうしてもかっこ悪いので、そういったところもステンレスのパイプで、立ち上げ加工をしております。基本的にサスペンションそのものはノーマルを利用してます。セコイアの足回りっていうのが非常によくできていて、乗り心地がすごくノーマルの状態でかなりいいんですよね。その味をそのまま生かしたいということで、サスペンションそのものはレベリングキットっていう形でスペーサー的に上げてるだけで、乗り心地も非常に良くて、挙動も安定してるんで、操縦安定性っていうんですかね、そういったところは非常にナチュラルで運転しやすいです。車体の大きさを感じさせないというか、すごく軽く操れるっていう車になってます。